皆さんご機嫌ですか？どうも希望です。なんと私6月は今のところ毎日動画を投稿できております。すごいぞ俺、やればできるぞ俺。ぶっちゃけ死にそう。でも今月はマジで毎日投稿をやり抜きたいと思います。今月僕の動画の更新が止まったら希望死んだわって思ってください。というわけで今回は絶対に再放送されることのない国民的アニメの大炎上した回が衝撃的すぎた件的な動画行ってみたいと思います。僕の動画を楽しみにしてくれてるそこのあなた、チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ポチッとな。銀玉。さまざまなパロディをネタにしてやりたい放題のおそらく日本一自由なアニメ、それが銀玉。何をしてもまあ銀玉だからしょうがないよねと許されてしまうぶっ飛んだ作品ですが、そんな銀玉でさえも許されなかった回がありました。銀玉はテレビ東京で放送された後に CS で放送されていたんですけど、テレビ東京放送後大炎上し CS で急遽放送禁止になった回があるんです。問題になったその回は232話、忘れっぽいやつは忘れた頃にやってくるでした。この回では立憲民主党の蓮舫さんを連想させる極似キャラが高齢者らに唐揚げを投げつけるシーンがありました。このキャラは公園で唐揚げを食べており、周りから唐揚げが唐揚げ食ってるぞとツッコミが入って、いきなり高齢女性らに唐揚げを手当たり次第に投げつけたんです。もうこの文章だけでも爆笑です。神回ですよこんなの。でもただ似てる人なんじゃないのっていう、そこの君、選挙カーにはっきりと蓮舫と書かれています。もう面白すぎるわこんなん。番組側では休止の理由についてテレビ東京の都合とだけ説明しており、その真相をめぐってさらにネットで大騒ぎになりました。この回ではさらに公園内なのにバリカンでいきなりキャラが髪を刈り上げたりしています。もう笑いが止まりません。どんだけ嫌いなんだよあの人のこと。でもまあぶっちゃけこれは銀魂では通常運転だよね。もうこんなん普通なんだよ銀魂じゃ、そういうアニメなんだよ。だからさ、そんなにカッカすんなよレンちゃん。これに対してレンちゃん側は当時した事実はございませんと発言しています。嘘つけ、絶対圧力かけただろ。ポケットモンスター。今でこそ国民的アニメとして頂点に君臨しているアニメポケットモンスター、ゲームも映画も絶好調ですが、その歴史は順調ばかりではありませんでした。今の小学生も名前くらいは聞いたことあるかもしれない伝説の回、そうポリゴンショックです。1997年12月16日に放送され、アニメ内の過激なフラッシュにより全国で体調不良を訴える子供が続出、651人が病院に運ばれ130人以上が入院するという結果になりました。この放送以降アニメでは必ず部屋を明るくして離れてみてくださいという注意書きが書かれるようになりました。そして未来永劫ポケモンのアニメにポリゴンが登場することはなくなりました。しかしポリゴンショックというとポリゴンが放った光が原因と思ってしまいますが、実はこれポリゴンの光ではないんです。原因となったフラッシュはピカチュウが繰り出した10万ボルトの光だったんです。なのに消されたのはポリゴンで、原因となったピカチュウは今でも主人公の絶対的パートナーとして活躍し、単独で映画にもなったりしています。そうポリゴンはピカチュウの身代わりとなったのです。大人たちの都合で罪のないものが闇へと消されてしまったのです。さらにポリゴン2やポリゴン Z といういわばポリゴンの子孫たちも今現在も一切アニメに関わることはありません。ポリゴンはまさにアニメポケットモンスターの闇、絶対に関わってはいけないもの、そう YouTube 界のヘズマ流なのであります。いや YouTube 界のキーボードだろ。待てスクールデイズ。全く見たことないし話の内容も全然知らないけど、とりあえず主人公がクズってことだけは知ってるっていう人も多いんじゃないでしょうか。それもそのはず、ネットではアニメ史上最低の主人公と言われているこの伊藤誠という男が様々なところで誠死ねと言われ続けているからです。なんてひどいことをという方もいるかもしれませんが、その理由を知れば少しは考えが変わるかもしれません。この男を最初は純粋に片思いしている高校生だったんですが、琴ノ葉という好きな子と付き合えた途端だんだん熱が冷めていって他の女の子に手を出していくようになります。それも一人や二人ではなく、彼女の仲のいい友達とかも関係なくです。しまいには本命が一体誰なのかわからないほどになります。そして多くの女の子を傷つけた挙句、ある一人の子を妊娠させてしまうんです。すると妊娠が分かった途端態度が豹変し、俺は知らないと責任を放棄します。もう最低ですよね。
これアニメの主人公ですからね。そして問題の最終回では最終的に妊娠した子に殺されてしまいます。さらにそれを知った本命の女の子が妊娠した女の子の腹を切り裂いて本当に妊娠しているのか確かめるという行為に発展します。てかよく放送できたな。しかし主人公の男子生徒がモテるという学園ものは星の数ほどありますが、女の子に殺されてしまうという内容はまるでしょう。結局誰一人救われないラストとなってしまいます。全ての不幸の原因は主人公にあったため、ネットでは誰一人同情することなく令和になった今も叩かれ続けているんです。モテてしまうがゆえに歪んでしまうこともあるようです。モテて殺されるぐらいだったら初めからモテない方がいいかもしれませんね。あー、モテなくてよかったー。よかった。